この動画は交通安全啓発を目的としております。仕事中に事故を目撃。一台前にいたら自分でした。信号無視めちゃくちゃ怖いです。信号が青に変わっても気をつけようと思いました。信号無視の自転車。これは車の人が気の毒。いつもはあまり気にしないけど、これはひどすぎ。別にそっちの車線行かないし、マジで性格悪い。おばさん、右折レーンから急にレーン変更して、来てぶつけられると思った。事故中な運転やめてくれ。お前らのせいで真面目にマナー守ってるやつも悪く見られるだろう。たまに追い越される。車は遅いから後ろを走ってるとイライラするのかな。ふらふら蛇行した挙句に華麗に信号無視するフリード。プリウスミサイル症候群。変な止め方、頭の入れ方するなと少し後ろで、駐車完了待っていたらぶつかってるの、気づいてない。これが仮に子供だったらと。しかもコーン直さず通行レーン真ん中、そのまま帰宅。今日のプリウスロケットさん。対向車来てるのに無理な追い越しして、制限速度40キロの区間をすごいスピードです飛んでいった。対向車も肝を冷やしたと思う。一般のやつって高確率で追い越し車線走って料金所の直前で車線変えるよな。対向車線のライフがまさかの追い越しをしてきて正面衝突しそうでした。前後に車両もいて路側帯もほぼなし。逃げ場がない中で接触しなかったのは、運が良かったとしか言いようがありません。紙一重。
自分のことだけ考えているドライバーは、マジで免許取り消してほしい。こういうことをすると、後続車に迷惑がかかることは普通わかる。急ブレーキを検知しました。車線、はみ出したり謎ブレーキ多いなと、思ったらスマホのながら運転でした。皆さんお気をつけて。渋滞ないのにすり抜け、イエローカットで追い越し、警笛鳴らすとブレーキかけて、蛇行走行する。BMW 右折車線からいきなり直進。しかもかなりの速度。簡単なルールすら守れる頭がないんだったら運転するのやめてくれ。迷惑だよ。公共交通だけ利用してろ。対向車が止まる気配ないので、パッシングとクラクション鳴らしたけど、止まらない。当たりそう。事故処理してる警察官驚いてるわ。子供の飛び出しに遭遇。幸いにも発見が早かったことと、前後に車がなかったので、事故にはなりませんでしたが、気をつけたいものです。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。